こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。私の Amazon サポート、個別サポートの内容をご紹介します。初心者でも稼げるようにサポートをしています。なかなかオーストラリア Amazon の輸出の情報は見つかりません。でね、どのようにして見つけた情報、私がサポートしていく中で、生きた情報を収集して、それを皆さんに還元するという形でサポートしています。また詳しい動画はね、こちらの方にアップしてますんで、ご覧になってみてください。それから、商品探しがやっぱりね、一番のポイントなんですけど、具体的にこうやって探しますという動画もね、こちらにあります。こちらの方もチェックしてください。でさらに、大体ね、開始どれぐらいで、どんな風な結果が出てるかというのでね、半年終了の時点の成果というのはまちまちなんですけど、例えば1ヶ月目でね、第1回目の発送が終わると、アカウントを準備して商品を探して発送を終えるというのがね、できた際のサポート、このようにサポートして1ヶ月で送りましたという動画をこちらにアップしてますので、ご覧になってみてください。そして、無料のスカイプ相談でね、説明した後で追加の質問があったんで、それに対するね、質問と回答をシェアしたいと思います。まず、質問1、半年のサポートの途中で辞めた人はいますかという質問ですね。半年間のサポート費をいただいて、個別サポートはスタートします。で、誰も辞めた人はいませんと言いたいところなんですけど、実は1名だけサポート2ヶ月目で辞めたいと言ってきた人がいました。売れるか売れないかわからない商品を仕入れるのが苦痛で仕方ありませんという理由でした。この方のサポートを受けたら全部売れて儲かる商品が教えてもらえるというふうにね、誤解をしてしまったんですけど、そこまで、完璧なサポートというかね、それはね、正直なできないサポートなんで、儲かる商品を探し方を教えますけど、その過程ではね、売れない商品も儲からない商品も赤字になる商品も出てきます。そのね、適性を見抜けなかった私のミスなんですけど、この、ね、やめたいと、ね、売れない商品、仕入れの苦痛ですという方がね、出てこないように、売れない商品も出てきますというのをね、あらかじめ、もう、入会前の段階で説明してます。でね、それは嫌ですと言ってね、サポートを受けずに断念した人もいますんで、サポートもね、受けると決めていただければ、私はね、大丈夫だな、この人ならということでサポートを受けてますんで、問題なく半年間のサポートは受けて Amazon 質を覚えていただくことができます。で、質問2、サポート費用分の利益を出すのにどれぐらいかかってますか、遅い人だとどれぐらいかかってますかということなんですけど、これね、ざっくり言って遅い人だと見込みとしては1年間です。ね、まずペースの遅い人でも半年間累計で売上55万ぐらいです。そして半年経過後には$3000前後の売上になっています。で、1年経過しても10倍の利益が出ないという例は今までありません。大体イメージとしてはね、半年後に、5万、10万儲かるようになってると。で、そこからね、売上をどんどん増やすというと利益まだ出ませんけど、10万儲かればいいなということであればね、1年待たずに月10万稼げるようになります。ですのでね、初めの半年間で5万の利益が出るようになったと。そこから先はね、5万、10万、10万という形でね、儲けていただくと、1年間で、サポート費用は回収できたと。そこから全部黒字という形になります。質問3、すでにたくさんの方を開いて、多くの方が参入しています。近くのよく行く店で普通に買えるものを送って利益が出ますかと。いうことなんですけど、回答としてね、お店は様々ですが、近くにある店か、ネット仕入れで送れるもので利益が出るように指導しています。忙しい人が副業で取り組んでも続けられるということを大前提にサポートしています。質問4、半年間お使いのように指定されたものを買ってアカウントを育てていった後、カタログを作る際のサポートもありますか？はい。カタログを作るサポートもしています。サポート内容に制限はありません。また、カタログを作るサポートを追加しても、サポート費用の追加はありません。個別サポートは全てのサポート内容を含んだサポートでね、たまにあるね、超 VIP アップグレード費用がかかりますとか、そういうのはないです。質問5、インド Amazon がオープンした際などのサポートも継続していたらありますか？はい、インド Amazon もサポートします。現在、オーストラリア Amazon に取り組んでいる人も、アメリカ Amazon のサポートをしていた頃からの人もいます。また、オーストラリアとシンガポール Amazon 両方に取り組んでいる人もいます。サポート内容に制限はありません。また、他の国を追加しても、サポート費用の追加はありません。あなたが Amazon 輸出で稼ぐために役立つことは、何でもサポートするフル個別サポートです。日本に住んでいるのに、Amazon 副業で稼がないのはもったいないです。まずはここをクリックして、オーストラリア Amazon 輸出サポートスカイプ、無料スカイプ相談にお申し込みください。なお今 YouTube 動画でね、この動画見てる方は動画のここはクリックできないので、動画の説明欄にある URL をクリックして、無料スカイプ相談にお申し込みください。